ソユーズ FG ロケットは、ロシア連邦の宇宙ロケット。ソユーズ U の増強型の R-7 シリーズの、一つで、サマーラにある TSSKB プログレスが開発、生産している。2001年5月20日に、初打ち上げで、プログレス補給船を国際宇宙ステーションへ運んだ。2002年10月30日からは、ソユーズ FG はロシア連邦宇宙局によって、 ソユーズとマユージン宇宙船を国際宇宙ステーションへ運ぶ目的で使用されている。名称の FG はインジェクターヘッドを意味するロシア語の頭文字に由来。ソユーズ FG の派生機種として3段目にフレガートを使用したソユーズ FG。フレガートがヒムキのラボーチキンによって開発、生産された。欧州とロシアの会社であるスターセムは この派生系を使用した打ち上げの権利をすべて所有する。初打ち上げは2003年6月2日である。ソユーズ FG のアナログ式の制御装置は、ロケットの能力を制限しているが、この問題に関しては、ソユーズにロケットで更新されており、将来的には、有ジム打ち上げもソユーズに移行していく予定。 ロシア国営企業ロスコスモスのドミトリー・ロゴージン社長は2018年ソユーズ FG による有人宇宙船打ち上げを2019年末で終了し2020年からソユーズ 2.1A に切り替えることを発表したソユーズ FG に関係が悪化しているウクライナ製部品が使われていることソユーズ 2.1A は デジタル式飛行制御や補助ブースター出力など、性能が向上していることが理由とみられている。ソユーズ FG は、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地の LC-1、1車上から打ち上げられ、ソユーズ FG とソユーズ FG、フレガートは LC-3 車上から打ち上げられる。バイコヌール宇宙基地の車上でのソユーズ FG、バイコヌール宇宙基地の車上に到着した、 ソユーズトママイナス13宇宙船2008年10月10日。ありがとうございます。